麺つゆとは、だしと醤油と、みりん、砂糖をベースに作られた、調味料である。蕎麦、うどん、冷や麦、そうめんなどの麺料理に使用するものであるが、煮込み料理や天ぷらのつゆとして利用されることもある。返しと、だしから作る。返しは、濃い口醤油と、砂糖、みりんなどを煮て作る。だしは昆布。 カツオサバなどの削り節、シイタケ、イなどを用いて煮出したもの。醤油を使った回収が登場する以前、うどんがすでに存在した室町時代に、タレ味噌と呼ばれるものが存在した。そのタレ味噌は味噌に水を加えて煮詰め、固定に入れて吊るし垂らして作っていたものである。種類としては、タレ味噌をそのまま火を入れずに作る、生タレと生タレに削ったカツオ節を入れて煮詰めて作る。 社官の2種類がある。ちなみに生タレが省略され、タレとなった。このことが生タレの名残と思われる。1643年以前に書かれた書物、料理物語中にそばつゆに関して、うどんのタレ味噌もしくは煮抜きに、大根の汁を加え、削り節、大根おろし、朝月にからし、わさびを加えても良いと書かれている。1751年の書物。 そば前書には、つゆの製法が2種類記述されている。市販品は、手間なく、一定の味が得られ用途が広いなど便利な点があり、様々な料理の調味料としても使用可能であることから、2000年代以降は、醤油の代用調味料としての普及と使用率が高まっている。市販品は、麺類東洋つゆ品質表示基準にて、品質表示基準が定められており、 麺つゆの定義も同基準に記述されている。第2条この基準において麺類同様つゆとは醤油に砂糖類及び風味原料から抽出した出汁を加えたものまたはこれにみりん食塩その他の調味料を加えたものであって直接または希釈して主としてそばうどん等の麺類の漬け汁かけ汁もしくは煮込み汁または 天ぷらの漬け汁としてもチール液体を言う。麺類東洋つゆ品質表示基準平成12年12月19日、農林水産省国時代16753倍濃縮の麺つゆ日本において1980年代以降日本人一人、あたりの醤油の消費量は減少傾向であるが、醤油を原材料とした調味料、麺つゆは需要、消費量が伸びていることから、 醤油出荷量の割合において1980年代に業務、加工用が家庭用を上回っており、世帯あたり支出金額では1990年代に麺つゆ購買額が醤油の購買額を上回っている。2000年代では家事の負担軽減化を求める傾向や食に対して勘弁性の高さを求める傾向から麺つゆの普及が進み、料理の味付けにおいて、 醤油よりも市販品の麺つゆを中心に使用する過程が増加している。液状のものは開封後そのまま使用可能なストレートタイプと用途に応じて水で希釈して用いる濃縮タイプが存在し、他に粉末状のものもある。麺と一緒に食する用途以外にも煮物の味付けや鍋物の出汁として天ぷらの漬け汁として 希釈せずにそのまま食材にかけて食べる、他の調味料と合わせて、ドレッシングや和風ソースなどに加工して用いる、他には、卵かけご飯などを作る、菜の醤油の代わりに利用する、など用途は幅広く、簡便性と汎用性も高いことを利用して様々なレシピが考案されている。濃縮タイプで糖類が用いられているものは、浸透圧が増加し、 水分活性が低下することで保存性が高まっているが、高温状態での保存は、醤油由来のアミノ酸と糖類が反応して、ストレッカー分解により炭酸ガスを発生することがあるため、開封後は冷暗所に保存し、なるべく早く使い切るのが望ましく、賞味期限は、ストレートタイプで3から5日程度を、濃縮タイプで2週間から2ヶ月程度が目安とされる。ありがとうございます。